日立フード機の丘の展望台喫光駅、岡崎公園の電話ボックス、東野駅前交番、ディズニーランダゼーションとは、中川治が著書で定義した、地域性と称して様々なモチーフの直有的引用による、屋外造形物を表す用語。これらは、周辺環境から有利してしまったものが多く、 デザイナーとしてのプロフェッショナルな仕事から見ると、素人がやってしまう安易なデザインであると見られる。事例として、カエルの形をした橋や上にフグなどが乗っている、または、タヌキなど動物型の公衆電話、といった動物や果物、乗り物など特に子供向けの素材をモチーフそのままで、作られた公共事業でのものを指している。片切りは、 類似の意味で呼ばれる言葉として、マクドナルドかエクゾポリスおよびテクノバーブ、ファストフード、ショートケーキハウスなどを挙げている。なお、平野二2007はディズニーランドの世界を模倣し設計されるという現象をディズニーランダゼーションとしているが、むしろ実際のディズニー化を表す言葉にはディズニーゼーション、ディズニーファイが使用されている。 これらのものの多くは、対象地域の特産品や歴史的資産など地域シンボルを直接的に引用して形態化したデザインが多く、出来上がったものは漫画チックに表現されているように見える。特に建設領域において創作される構造物で普遍的な機能美や構造美といったものに対して地域性を生かしたデザインを要求すると、突然安易な意味性の添付を発生させた。 これらは景観に配慮すべき河川のコンクリート護岸や水門のゲート、トンネル口口に描かれる絵と共にバブル期以降各方面で問題視され指揮者等から様々な批判がなされた。例えば新紙は農業土木において色々配慮して景観対策と称して農業用水のポンプ場を天守や櫓や櫓の形にしているのを私は何箇所かで見ました。 近くに城があったのかもしれませんが、ポンプ小屋の細いピアの上の白格風建物は不安定だし、川の石上に城が突然出てきても、すのまたの人余剰ではあるまいしありすぎだと思います。と述べている。また、公共の役所や学校などの大きな建物、公衆電話ボックスやトイレなどではファンタジックな建築を多く生み出す。中川の著書では、 研究対象の中で警察の交番に採用されるデザインなどを取り上げている。こうした建築作品の場合は80年代に台頭し、これまでの機能的でシンプルかつ理地的な建築よりもっと親しみやすい建築として生まれ、そうして制作され設置されるものに付与された親しみや地域性がその場の景観条件に対して、 必然性はなく採用されていることが違和感につながっていること。そして、自治体等の公共団体が、景観の整備において、地域性の愚象モチーフの直接的引用は、税金を用いる公共事業に対し平易な説明理由であるほか、事業担当者の実績健在化手段として普及し、ファンシーやファンタジックな物語から引用する。 象徴的形態を用いるスタイルを結果として、強情化させたこと、警官に対する無責任な現象として、説明のつかない美観に対する配慮の納税者に、わかりやすい、理由づけを行おうとしたことに橋を発しているとしている。片切りは、この場合の、わかりやすさは、各人に内在している風土や文化に由来する、形態ではなく、 その外に存在している基準であるとし、他方公共事業におけるインフラストラクチャー整備は、科学技術に基礎を置いており、必然的に暗黙の認識領域である、風土、文化など、言葉で説明される以前のイメージを扱いにくいため、この両者は、言葉で説明される以前のイメージの段階で、分断しているという。ただし、中川は、 こうした現象自体に対し倫理的に非難や問題視をしているのではなく、むしろその心情や取り組みを評価していて、方向性指向性がどこか間違っているという指摘をしている。一連の代わり種、ね、交番、マスクメロン型バス停、新幹線型トイレ、和歌山県稲美町の帰る橋、富山県小矢部市のメルヘン建築。 長崎県諫早市、果物バス停、三崎町の JR 吉光駅駅舎、鳥取県溝の口町の伝説を表現した鬼の顔型電話ボックスや公衆トイレなど、平野2007がディズニーランダゼーションとして、リアリティが演出されたものによって書き換えられ、大げさな演出による多文化の進出により既存する、文化の存在が危険にさらされる、る安易な演出で、 本来の物語を喪失させる問題が顕著に現れている例として挙げている。滋賀県高島町が採用した、大見高島駅前ガリバーメルヘン広場は、駅前広場が平成5年度手作り郷土賞を受賞している。ありがとうございます。